Hey, what's going on, guys? It's Tamori here. Welcome back to my channel. So today I'm gonna react to the Lineage video again. This video is Nyanpasu. Nyanpasu. I don't know this song, but I guess Nyanpasu is Japanese anime song, right? Okay, I'm so excited. All right, let's get started. すごい楽しみ。 I'm so excited. ピチピチピピチピチニャンパス。何これ？よくわかんないけど、どんな？うん、よくわかんない。何？ニャンパスって何？ゴロゴロ。おジュースいりませんか？ピーマン汁、小松菜汁、オレンジ汁。ねえねえ、朝ごはんの時間だ。うち大車役やりたい。新幹線だった。やれやれ。ねえねえ、できた。問題集できた。おい、うちも食べる。ダッシュめたい。ニャンパス。やぶれかぶれの。何これ？この歌の意味はよくわかんないんですけど、とりあえずレイニッさんはめちゃくちゃ可愛いっていうのだけは言えますね。ちょっと続き見ましょう。これあの日本、このニャンパスって歌ってあんまり日本で多分有名じゃないです。僕もあの初めて知ったんで、すごいなんか面白い歌ですね。吸ったコラサ、吸ったコラサ、吸ったコラサ、やぶれたラブラダ持って吸ったコラサ。What? Oh my God. Have a nice day.She's so cute. She's very cute. これなんですかね。なんだろう。ちょっと初めてこの曲聞いたんですけど、なんだろう。歌自体はちょっとよくわかんないんですけど、正直。もう今回の歌に関してはとりあえず言えるのは、レイニッチさんはめちゃくちゃ可愛いっていうことだけですね。あと日本語の発音は相変わらず上手っていうだけです。歌に関してはよくわかりません。まあでもとりあえず面白い。面白かった。それだけですね。ちょっとまたあの今までちょっと期間空いちゃったんですけど、またこうやってレイニッチさんの動画あのちゃんとこうリアクションとかしていきたいと思うんで、今回の動画が良かったなと思う人はぜひいいねボタン、グッドボタンを押してください。で、またあの定期的に、またあの見ていただけるようにあの登録、サブスクライブをしていただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。